ういっす。超久々の、歌作ってる風景を垂れ流しするただの動画です。超退屈ですよ。退屈退屈。退屈覚悟で。よいしょ。さてさて、リングライト、これつかないとね、顔がめっちゃほら、なんか、逆光でさ、すごい綺麗に見えないからね。すごい暗い印象に見えてしまうから、それはなんとかしたいなと思ってね。これ、Amazon で2000円ぐらいしたかな？ 2000 円ぐらいの、ほんと安いやつ。そのうちさ、もっといいやつ買いたいんだよね。あ、いい。ほら、TikToker とかによくあるこの目にさ、このリングライトの丸がついてるやつ。なんかまるでカラコンみたいだよね。ちょっと待って、置けないんだけど、どうしよう。置けない、置け狭間すぎてつらい。あんま意味ないな、どうしよう。待って、これで10分ぐらい時間取られそうなんだけど。あー、これ使う手もあるか。あいやん。どうしよう、置けないな。あんま意味ないな。何個取りんじゃん。どうしましょう、どうしましょう。こういう感じでね、いつも試行錯誤してるんですよね。試行錯誤って言ってるの。試行錯誤。なんかな、台がある、あるといいんだけど。ちょっと。いやー、困ったな、どうしよう。困ったんこぶ。あ、ここにリュック乗せるのありかもな。いつも仕事とかお出かけで使ってる本物つか、正真正銘俺のリュックです。 どうでもいいわ、どうでもいいわ。よいしょ。これでいける？本当に。ないよりはマシって感じ？ ないよりはマシかな？ちょっと、電気消す。ないよりはマシだな。いや、無理や。適当すぎ。ないよりはマシ。よし。ということで、作りましょう。今からね、作るのはね、YouTube 用の、YouTube 限定用のこういう横向きの動画をね、今から。作ろうと思うんだけど、まずはその音源を作んなきゃね。歌を作らなきゃ。そう、俺の YouTube チャンネルは、その歌が根幹なので、根幹というか、歌がその、個性？歌が売りっていう感じにしてるので、歌がなきゃね、成り立たないぞ。と言っても、最近たまにショート動画でさ、茶番、変なショートコントみたいなやつ作ってるけどね、セリフしかないやつ。全くモテる気のない男子ってやつでさ。なんかたまにはああいうのもやっていきたいなと思ってて。そう、俺昔声優の養成所に、2、3年ぐらい通ってたことがあって、そこで割とこういう滑舌とかさ、喋り方、セリフの読み方みたいなのを割と訓練したんで、それでこう今のこの喋り、今のこの滑舌っていうか、このはっきりとした発音できるの、あれがあるんだけど、せっかくだからね、それも活かしていきたいなって。なんかさっきコメントで嬉しいんだよね。嬉しかったのがさ、なんだっけ、ニュースキャスターみたいな声ですねっていう、TikTok でコメントいただいて。あれ？ YouTube だっけか？ ちょ、だけど、嬉しいなと思って。ニュースキャスター俺いけんのかな？次のニュースです、みたいな。こんな ねえ。ちょっとセリフが思いつかないけど。ニュースキャスターか。でも俺さ、かっこいいと思うよね。ニュースキャスターとかアナウンサーみたいな人かっこいいと思う。声がいいから。いいと思う。ああいう人憧れるわ。なりたい。自分もなりたいっつうか。なんかね、いろんな能力高そうじゃん。羨ましいよね。自分もそういう風になりたいよね。まあそれは置いといて、まあ俺は歌が売りだからさ。歌が売りだから、ちゃんとその歌の能力をもっと磨いて、音楽的な、そのさ、センスをもっともっと養っていきたい、養っていかなければいけない。ソプラノ思いついたんだ。でね、そっか、これを見てる人は、割とネタバレになっちゃうから、その、
この次にアップする動画ね。ネタバレになっちゃうからあれだけど、まあ、たまにはいいんじゃないかっていうことで。ルル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 ル。これに対してどういうハモリを入れるかってやつだ。ベースからソプラノを作ってバス、バスやっちゃおうか。バスやっちゃう、バス。あ、やばい、くしゃみ出そう。花粉やばいよね。な、で、で、ちょ、暑いな、脱ごう。師走の貴重な脱衣シーン。あ、暑い。黒い服しか持ってないの。黒い服しか持ってない。懐かしいね。これ作ったの。去年の2月頃、2月3月頃かな。懐かしいね。もう1年経つね。でもやっぱりね、師走として活動を始めてからの1年は本当にね、長かったです。やっぱり毎日毎日新しい動画作ってる、新しいネタ考えて新しい動画作ってるだけあって、それまでの本当ダラダラしてたフリーター生活、ダラダラして、もう8年ぐらいさ、ダラダラして、なんとなく、過ごして生きてきた、その8年と比べて、やっぱりすごい密な1年だったから、ほんと踏み出せてよかったなって思います。うん。ねえ、ずっとこうやってさ、自分がやってて楽しいことをさ、ただただやってればよかったのにさ、ちょっとね、もう俺さ、今年32になるんだけどさ、ちょっと遅すぎたよね。20代の頃からもっとこういうさ、思い切った活動をしてればよかったのに、そうすればもっと早くブレイクしたかもしれないのにさ、まあでもそんなこと言ったって、もう積み上がった年齢は変わらないんで、もう今からね、この30になった今から変えていけば、35になった自分がね、もう超幸せハッピー、やりたいことで生きてけるハッピーユーみたいなね、人生になる、なれるから、そう。だから30前半の今のうちからこうね、自分の未来を変えていこうって頑張ってる感じ。うん。です。そう。未来というのは、今現在の連続でしかないから、今現在できないことは未来でもできないからね。だから今現在を変えていけば未来もその通りになると、うん、ですです。なんかそういう動画もいっぱい見るんだよね。てかそういう YouTube の切り抜きとかさ、そういうなんか人生変えるためにはとか、そういう動画をいっぱい見たから俺はこうやって活動始められたんだよね。そういう先人たちのさ、そのなんか先人たちのなんか一歩踏み出すにはとか、行動していくにはどうすればいいかっていうか、そういう考え方とかいっぱい YouTube で勉強して、うん、DJ 社長とかひろゆきしとかいろいろ、あとその俺はその音楽だけど、その漫画とかイラストレーター系の YouTuber さんとかもすごいね、参考になってさ、その人生のヒントをたくさん得ています。今でもさ、そのたくさん更新してるからいっぱい見るんだけど、斉藤直樹さんとかペガサスハイドさんとか、そう俺好きでよく見てるんですけど、そうそうそう、そういうのもね、 DJ 社長、 DJ ひろゆき、あと大吾さんとか、 YouTube 大学とかリベラルアーツ両学長とかさ、そういうのいっぱい見てね、そう、あ、さらためさんとか、そういうのもいっぱい見てんだけど、うん、ね、皆さんはどんなチャンネル見てますか、お気に入りの。もう俺もチャンネル登録をしすぎて、しまくりすぎてさ、もうね、把握しきれないんだけど。でもとりあえず YouTube でトップに出てきた新しい動画はね、見るようにしてるから。あと、ゆっくりボイスで解説系の動画のチャンネルとかいっぱい登録しちゃってるね。無数にもう何個登録してるかわかんないけど。話が逸れた。やろう。ベース作ろう。気分以外の平和。どくくがすだと思ってる。もうね、俺はね、普通には生きられないんですよ。普通には普
通に生きられない？生きたくない？生きたくないんですよ。もうね。変わった、変わったっつうか、うん、ちょっと危ない、危なくて、たとえ危なくても不安定でもさ、自分がこう、一番やってて楽しいこと、幸せだと思うような生き方をしていきたいので、うん。誰にも邪魔させない。本当に、マジで。身内であってもね。誰にも邪魔させないし、何があっても曲げない。うん。自分が許さない。そうでなんか気が済まないんだもん。ふふふ。ルル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 ル。そして、そういう選択をした自分が、後々ね、裕福になれるって信じてるから、自分のことは。うん。精神的にもね、なんか、うん、なんでしょう。その物質的にも精神的にも、ね、なんか恵まれるっていうかね、潤っていくって信じてるから。何言ってんだ、俺、ほんと。どうしてもさ、喋り出すと真面目になっちゃうんだよね。しんみりした話題ばっかり話しちゃう。うん。これ前の配信の時も言ったけど、そう、そうなんですよ。やっぱりね、今がこういうちょっとね、もう少しで成功っていう段階だから、ちょっと今が一番辛いっていうかね、ここが踏ん張りどころだからさ、どうしても結構精神的に不安定なところが多くて、なんとかね、楽しみつつこうやって毎日毎日やってるんですけども、どうしてもしんみ、だから、なので、そういうちょっとしんみりした話題が多くなってしまいます。多くなってしまう師走でございます。で、次、アルト。ルー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 ルラララララ。ララ。レーララ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 ラうんふんふんだと思ってる。うん、ほらアルト、OK、で肝心のアルトテノールがね、肝心だからね、ハーモニーの方向性を決めるのがアルトと、テノールなのでね、ふーらら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 だだだだらううはははららら。わ待って、あ、難しくなってきた。ラララララ哇哈哈嗯啊ここ違う。ララ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 ラ。あ、これでもバリトンで起きないのか。ラララララ
ララ。ララララ、あ、これだよね。ララララララ、俺の大好きなサス4、サス4ばっか使っちゃう。ラサス4好きなんですよね。サス4って何かっていうと、なんかメロディーの終わりで、終わりでさ、なーってなんかこう、あ、いかにも終わりましたっていう雰囲気のやつ。ちょっと説明ができない。で、どうしようかな。ルールル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 ラララララ、あー、そっか、ここ。ララ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 ラ、あ、待って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 待ラララララララ、あ、こういうの、こういう譜だな。わロロロ、あ、いいね。ララ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 、下がろうか。ラララ、うん、これ下がろう下がろう。よし、レコーディングしようかな。テンポは設定した。よし、じゃあレコーディングをします。マイク、マイクちゃんでやっていきましょう。今回作る歌も、あの、相変わらず下ネタなんで、ご注意ください。さあ、まずはソプラノからいこうかな。ウォーミングアップ。でもね、ウォーミングアップで一番いいのはね、ご飯食べることですよ。この口の喉とかさ、脳みそを起こさないと、あの、ちゃんと歌えないんで、脳みそを起こすにはやっぱ飯食うのが一番いい。うん、飯食えばちゃんと声も起きるから、それが一番いいと思います。では。自分以外の部屋は毒ガスだと思う。まあまあなんじゃないですかね。ちょっと変えるか、これ。ああ。66。いってみようか。ちょっとね、ちょっとまた。すいませんね。63。66の63。66の63。ちょっとピッチ修正のね、あの、精度というか、どれだけ正確に修正するかみたいなツールがあるんですけど、それをちょっとね、最近過剰にかけすぎだなと思ったんで、ちょっと緩めにします。緩めにして、なるべく俺の素の声に近いような感じで。といってもまだまだガツガツにかけるけど、まあ、従来よりは薄めというか、そんなにね、がっちり加工しない程度でいこうかなっていう、どうでもいい話。はい。で、各パート2回ずつ取るんで、もう一回ソプラノ歌います。自分以外の部屋は毒ガスだと思ってる。
うん。OK。いいんじゃないでしょうか。ちょっとベース取るか。自分以外の平和、平和。もうね、そう、どしらそうが出ねえんだよな。自分以外の平和、毒ガスだと思ってる。人民兵は自分以外の兵は毒ガスだと思ってる。ここ大事だかな。ね、ちょっと待ってね。取り直そうかな。前半取り直すか。自分身寄りの平和は自分身以外の平和、ああ、まあいいか。うん、よし。
しようかな。次、バリトンにしようかな。バリトン、それ練習しよう。自分以外の平和、毒ガスだと思って、お、あ、違うだ。毒ガスだと思ってる。OK。いいな。歌ってて楽しいな、バリトン。自分以外の平和、毒ガスだと思ってる。前半が。自分以外の平和、毒ガスだと思ってる。自分以外の平和、毒ガスだと思ってる。毒ガスだと思ってる。よし、手乗り行こう。自分以外の平和、毒ガスだと思ってる。しくったな。まあ修正しちゃうとね、修正すればまあ大したことないんだけど、大してそんなに下手には見え、下手にっていうかごまかしちゃうんだけど。取り出すわ。自分以外の本番になると急に下手になるねっていうあるあるだよね。のへのへ、なんでこんな下手になっちゃうんだろう本番になると。自分以外の平和。まあ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 。だんだん和音が素敵になってきた。うん、まあまあまあいいじゃん、いいでしょう。自分以外の平和、
ガスだと思ってる。どうかな。よし、あとはアルト。自分以外の兵は毒ガス、毒ガスだと思ってる。自分以外の兵は毒ガスだと思ってる。うん、いいでしょう。はい、ラスト。ラスト。自分以外の兵は毒ガスだと思ってる。うん。まあいいでしょう。OK。 じゃあスピーカーでね、どんなハーモニーになったのかね、先行公開っつうか、まあでもあれかな、先に完成した動画をアップして、その後にこの垂れ流し動画アップするかもしれない。うん、まあどんな感じになったか、じゃあ再生しますね。自分以外の兵は毒ガスだと思ってる。こんな感じ。自分以外の兵は、自分以外の兵は、ちょっと微調整します。自分以外の兵は毒ガスだ、毒ガスだと思って、毒ガスだと思ってる、つだと思ってる。自分以外
ピアノだ。自分以外の部屋は毒ガスだと思ってる。っていうしょうもねえ歌ですわ。でピアノね。ピアノ入れます。どういうピアノにしようかな。俺アルペジオが好きなんだよね。こういう感じの。うん、こういう感じにしよう。打ち込みで作ってるからさ、俺生演奏苦手だからさ、弾き語りとか、そう、ちょっと技術がないんで、打ち込みで作ってるんですよね。テルルルルルテテ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 、ん？待って、ちょっと考えてからしよララ。あ、これかも。ちょっとピアノだけで。まあいいか。ちょっと後でレガートにします。ドゥ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 あ、違う違う。めっちゃ飛んだな。テレレル、まあオーソドックス、超オーソドックス。で最後だけちょっとあれだ、四つ打ちっていうかしてみようか。ドゥンドゥンドゥンチャッツチャッチャンプチャンバーバーバーバンバンバン。
バラララーン。バーン、バーンズ、バ、バーンズ、バーン、バーン、バーン。で、ちょっとこれからピアノらしさを出しますね。ちょっとね、ペダル持ってないんで、ペダルを使わずに、ペダルを使わずにいかにこう、ピアノらしい持続音を出すか。ちょっと今からやっていきますね。ちょっと待って。伸びてきたね。最後フォルテにしようか。やりすぎ。ここもフォルテがいいな。なんか違うけど。じゃあちょっと待って、最後は合唱と合わせようか。はい、どんな風になるかな。自分以外の霊は毒ガスだと思ってる。こんな風になりました。自分以外の霊は毒ガスだと思ってる。はい、行きました。こんな感じでいつも作ってます。お下品ですね、ほんとね。ちょっと待って、音量バランスしっかり見ようと。
自分以外の平和毒ガスだと思ってる。ちょっと自分以外の平和毒ガスだと思ってる。まあいいか、少しだけ。うん、これで、はい、じゃあ出力しましょう。で、あのパートごとにね、いやこんな感じで、よし、出力したら終わるかな。え、46分、うっそ。そんな時間経った。うわぁ、もう9時か。うわ、集中しだすとこうだから怖い。50分か、やばいな。集中しだすと。でもさ、たまにこうやって長い動画上げないとね、あの、総合視聴時間稼げないからさ、っていう、いやらしい話を。そう、俺いつもあのね、ショート動画ばっかり上げてるからさ、ショート動画って、そのさ、総合再生時間、再生してもらった時間ね、カウントされないらしいんですよ。それをあの、最近知ってさ、マジかーと思って、あんなに頑張ってショート動画毎日いっぱい作ったのに、と思ってさ、もう500個ぐらい作ってると思うんだけど。マジかー、収益化、そうか、通りで収益化に全然近づかないわけだと思ったんだよ。はめられたぜ。なあ。まあでもね、ショート動画はこれからどんどん発展していくと思うから、YouTube ショートは。俺はね、種をまきましたよ。去年の2月から種をまき続けて、これがね、いつ芽吹くかっていうのは、本当これから先なんだろうけど、決して無駄な行動ではな、決して無駄な種まきではなかったと思うんで。ね、後々俺が化けると思うんでね、皆さんどうか見守っててください。お願いします。いやー、マジで、ほんとね。まあ、でもね、こうやって、師走として、師走が誕生してからというもの、俺の人生は、こう、急に、こう、動き出しましたね。止まっていた針が。こっちか。いやー、やって、一歩踏み出してよかったわ、ほんと。まあ、いや、とりあえず、ソプラノ。自分以外の ブーがちょっとダメだな。自分になんかこう、そうね、機械がこう判定しちゃうんだよね、なんか。ノイズになっちゃうんだ。くそ。機械に負けちゃう。負けちゃう。はい、来た。自然、オッケーオッケー。これをソプラノにしましょう。機械に勝った。負けちゃう。最近あのなんかさ、マリオカートでさ、マリオカートプレイ中にあの、7位以下になったら、ミサクラゴ縛りっていうね、なんか動画見つけてさ、めちゃくちゃ笑っちゃってさ、その人が上手すぎて。っていう。あ、まあ、いいかな。あ、いいね、いいね。あ、オッケーオッケー。これ俺の持論ね。自分以外の部屋は毒ガスだと思ってます。自分以外の部屋は嗅ぎたくないっていう最低な人間です。ああ、これ、アルトも狂ってるな。あ、違う。アルトちょ狂ってんじゃねえわ。ソプラノが狂った状態の音源だからいけねえんだ。ちょっとこれ全部出力し直そう。ふぅ。で、これプラス、あの、ちょっとね、これには載せてないけど、あの、ちょっとした茶番というか、あの、セリフもね、入ってるんで、動画にはね、組み込まれてるんで。そのなんか、
そのおなら、他人のおならを嫌がるみたいなその茶番をちょっと入れたんで、後で楽しみにしてください。出力、出力。よしよしよし。なんででしょうね。自分の匂い、要はさ、自分の体臭とか自分の体から出た臭さとさ、他人から出てる臭さってなんか全然違くないですか？多分科学的には同じなんだろうけど、なぜかこう虚偽反応が起きてしまう。たとえ誰であっても、うん。だから逆に言うと、逆に言うとその俺がなんか例えばおならした時とか何かそういう臭い匂いを発した時はなるべくその離れるようにしてます。他人から。他人に気づかれないっていうか他人に嗅がれないようにね。他人に嫌な思いさせないようにさ離れてやります、そういう時は。うん。これあるある。これは俺の中でのあるある。うん。自分がほら他人の匂い嫌いだから、俺もその自分の匂いを他人になるべく嗅がせたくないっていうところがあります。自分以外の部屋。OK。で、あると。自分以外の部屋は、毒ガスだと思ってる。まあいいでしょう。はい。自分以外の部屋は毒ガスだと思ってる。これサス4、これ好きなんですよ俺。至る動画で使われてる。いろんな動画で俺使ってる。自分以外の部屋は毒ガスだと思ってる。あ、これも好き。あともう一つ好きなのがね、なんだっけ、ハーフディミニッシュっていう、ここ。和のところ。この和音も好きなんだよね。ハーフディミニッシュ。自分以外の部屋は毒ガスだと思ってる。よし、で、ピアノ。自分以外の部屋は毒ガスだと思ってる。はい、完成です。そしたら撮影します。撮影するんで、じゃあこの動画終わりにしたいと思います。はい。こんな感じでね。あともう少しなんだよ。収益化の条件、4つあって、で、そのうちの3つはもう達成してて、で、残り1つが、総合再生時間、4000時間っていう条件があるんですけど、今ね、2200時間くらいなんで、あと1800時間。なんとかね、こういう長い動画をたまには出して、その総合視聴時間っていうのを稼ぎたいと思います。もう少しで。収益化達成できればな、さらにモチベーションが上がると思うんだよね。だって収益化達成したらさ、あとはもう動画上げまくればさ、どんどんその、増えるわけじゃないですか。ね。だから、いやー、もうちょっとなんだよ。もうやっとそのね、活動して1年と2ヶ月経つけど、もうちょっとで実りそうだから、頑張ります。さらなる成功をね、願って。もうゆくゆくはね、ゆくゆくは何でしょう。資産。え？資産。5000億?5000 兆円。5000兆円いや、5000兆円目指します。はい。というわけで、見守って、応援よろしくお願いします。すばしばすを、よろしくお願いいたします。こんなね、下品なことばっか言ってますけど。はい。じゃあ、またお会いしましょう。バイバイ。動画でお会いしましょう。動画の方がちゃんと肌、加工して動画綺麗、肌綺麗に見えるんで、その、綺麗なしばすを、綺麗で汚いことを言ってるしばすを、お楽しみください。バイバイ。バイ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